皆さんおはようございます。裁量兵です、えー。今日がえっ、ー、と11月の3日祝日ですね。はい、えっ、ー、と。曜日は水曜日ですね。はい。 えー、今日はバックから出たのは、久しぶりにお気に入りのシャツを見つけました。はい。あの後ろに書いてあるこの英語の文字はですね、えっ、ー、と、確か、えっ、ー、と、ポイスてすんなって意味です。はい。はい、それだけです。はい。では今日は、ちょっといくつか溜まってる質問をですね、パッと,、えー、とお答えしていこうかなと思う中で、えっ、ー、と、今日の質問はですね、ちょっと長いので、今日はこの一件だけにして、また明日別のやつを答えていこうかなと思っています。で、 えーと、質問させてください。私は、えー、蔡さんや桜庭先生のお話を伺って、夏頃から続けているのは、朝起き、家の中の窓をすべて開けること、2階と1階のトイレ掃除、えー、お仏壇にお線香をあげること、です。これを出勤や朝の支度のこともあり、朝5時に起きて6時までに終わらせています。また、寝具のカバーを起きて朝すぐにベランダに干しています。夏の早朝は、 えっと、朝日を浴びてよかったのですが、これから徐々に日の出が遅くなり、うん。日の出前にこれらを行うことになります。朝日が昇る前から行っても良いのでしょうかまた、夜の気が残っているのかなと気になりました。どうぞよろしくお願いします。と、え毎日泣いてしまうほど、すっごく心がしんどい時、この流れと感情を変えるためにできることがありますか後悔しないために自分ができることをやりたいです。っていうことでした。 え、なんですけども、まずここで、そうですね。えっと、朝、僕が過去の動画で、えっと、朝起きたら部屋の窓を開けましょうっていうことを言ってるんですが、一番の目的は、えっと、寝てる時に人間って良くない木っていうやつをいっぱい出すんですよ。で、これが部屋の中に充満します。なので、朝起きたら、この中に入っている木を外に出すのがまず最優先です。で、 その次に外に流れてる良い,いエネルギーを、えー、家の中に取り入れるってことなんですが、まあ最悪言ってしまうと、寝室だけでもいいです。溜まるのは寝室が多いので、寝室の中の窓を開けて入れ替えるっていう。まあ寒くなってくるとだんだん窓開けるのもきついってとか寒いからっていうのもお人たちもいらっしゃると思うので、ちょっとだけ5分でもいいので窓を開けて寝てる間に生えてたその木を家の部屋の中に寝室にね定着させないようにするんですよ。で、外に出すっていうのが優先です。で、 えっと、まあ、日が、そうなんですよ。これね、あのー、朝日が、今、運動してる人たちもいらっしゃるかもしれないんですけども、えー、朝日が昇ってくる時間帯、まあ、外で、まあ、龍の国っていうのはね、僕がよくい,いつも7時から9時って言ってるんですけども、朝の7時から9時の時間帯っていうのは、まあ、植物が照らされて、そして朝日を浴びて、で、まあ、呼吸を始める時間帯にすごくいい気が流れるっていうことなんですけども、えっ、ー、と、窓開きに関しては、えっ、ー、とー、 この時間帯じゃなくても、あの、いい気は流れてると思います。ただし、やっぱり7時から9時の時間帯に家の中にいい気が入ってくるよっていうのは一応あります。ただし、この時間帯に窓を開けてるからといって、あの、悪い気が入ってくるっていうふうにして考える必要はありません。ただ、僕もね、最近、あの、日の出がだん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 、あの、遅くなってきたので、あの、前は6時ぐらいから出てったんですけども、6時だと結構真っ暗なんですよ、今。だから、あの、なんだろう。う 今はね、結構ずらして、6時、7時ぐらいとかですかね、やっぱり7時ぐらいとかから、あの、出て、やっぱり朝日を体に浴びることを意識してます。日を浴びることっていうのは、科学的にも心理学的にもいろんないい効果がありますよっていうことで、 日に当たらなくなってくると僕の考えでは人相ってのもね、あんまりパッとしなくなってきます。だから、意識して日に当たる。で、朝日とかであるならばね、日焼けして黒くなることもあんまりないので、なるべく日を当たるっていうことを意識するようにすると、まあ、朝の運動とかっていうのは、ちょっと朝日を意識してますかね。朝日が浴びられる時間帯に、あんまり早く帰ってくると暗いうちに出てって、暗い、まあちょっと明るくなってきたぐらいで帰ってきちゃうので、なるべく朝日をちょっと浴びることを意識する方がおすすめです。だからといって、朝日を浴びないから悪いことありません。ただし、朝日を浴びてる方が、え、すごくいいです。 よっていうことが1つとがつつもうでですすねね感情の起伏ですよ、ね、これね毎日泣いてしまうほどすごく心がしんどい時この流れでと感情を変えるためにできることがありますかっていうねこれねわかるわわかるわーって言えるようになったのもまあでもそっかでも結構あったけどな今から15年前にお店を持った時に、ね、借金に追われてた時はねその突破口は僕は分かりませんでしたね。 ただあの時に比べたら、去年のが辛かったかな。去年の息子の手術のことで先生から言われてね、生きるか死ぬかもわかんないっていうことを言われて、もうその時、どれ、まあ前の動画でもあげたけど、ファスティングでもないんだけど、3日間飯食えなかったんですよ、本当に。食えないっていうよりも、飯を食うっていう感情すら湧いてこなかったんですよね。で、なんかあの時を考えたら、なんかすべて目に映るものが白黒で、なんつって、 たらいいか。なんか、毎日、ふと考えることをやめると、息子のことばっかりで、なんか本当に泣いてました。去年、お昨年ぐらいですね。もう辛くて辛くてたまんなかったけど、一番ピークを僕の場合迎えたのは、うん、もうその時考えたら、借金抱えてる時の方がよっぽど楽だったと思いましたね。で、まあ、一番ピークを迎えたら、やっぱ手術の当日、前日とかでしょうかね。気が狂いそうでしたね、本当ね。今考えたら。 本当に、今あの時でも言いましたけど、もう祈るしかありませんって言われて、祈,祈るというか、願うというか、もうね、やり続けましたよね。やり続けて、狂いそうだったけど、あの時に、それを突破する方法っていうもの自体は僕が見出したんじゃなくて、僕のね、母が見出してました。何かっていうと、手術が終わった後に母がね、ボソッとね、言ったんですよ。あの すごくね、もう手術が決まる前からもう不眠になっちゃって、もう眠れなくなって、で辛くて辛くてたまんなくて、言われたんですよ、本当手術当日の日、なんかね、心も身も全部バラバラになりそうなぐらい心配だったって、そうだよなと思いました。ただ、母が言ったのは、生きるか死ぬかわかんない我が孫のことも心配だったけど、その孫のために、 まあ自分の息子のために俺は何もできないと思いながら自分を責めながら病室で両手を握り合わせな、あの握りながらね、あの祈ってる我が息子のことも想像してたら気が狂いそうだったって言われましたね。その時にハッて思ったのは、あ,あ、そっかと僕は自分の息子だけの心配だったけど母は自分の息子とそして自分の孫のことのまあダブルパンツで心を痛めるぐらい、本当おかしくなりそうになるぐらいなってたっていう話をしてたんですよ。 いや、そうだよなぁと思って、まあ、僕は息子だったけど、母二人分それだけ心配してたんだよねって思った時に、母が言ったことが <laughs>、だから、手術当日、うちの母車好きなんですけど、車の展示場をぐるぐる見て回ったって言ったんですよ。だから俺も、えと思って、なんか <laughs>、途中までいい話だったけど、この人何言ったんだと思った瞬間に、 だから展示場をぐる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 回ってで最終的に自分が一番欲しいと思う車を見つけてそれを買うことにしたよって言われましたね何言ってんだって一瞬思ったんです僕もえって言った時にあのねって私がどれだけ心配して身をバラバラにするぐらい、ま、もしあの時神様が出てきて手を起こすとか目を起こすとかもうお前が死んで子供が助かるよって言うんだったらもちろんいいって言ってでもそんなことでよくならないし私がもしあれで心を病んで 頭がボケるのかもしくは気がおかしくなってうつでもなるかって言ったらあんたちに迷惑かけるって言われたんですよまあそうだなと思ったんですだから覚えといてってどれだけ心配で辛くてきついことがあってもその感情を凌駕する感情っていうのは喜びと楽しみしかないって言ったんですよ俺ねうわすげえなと思ったんですその時にいやもしかしたらこのことに関しては何やってんだよこの母親はって思う人もいるかもしれませんいやでも僕はやっぱ俺の母ちゃんだなと思ったんですよ もうね、気が狂りそうなぐらい心配した時に私はそれを忘れられるぐらい、何か私は喜び楽しみを忘れてたんじゃなかろうかと、もう数ヶ月間、もう一年以上、二年ぐらいずっとそういうことでずっと悩みて、お互いでそうやって悩んでて悩んでて、でも悩んでも解決しない問題だって分かってるんだけどずっと悩んで心配して、不安で不安でしょうがなくて眠らない夜を過ごして、心を病むギリギリまで行った時に、母が見出した答えは、 その不安とか悲しみとかっていう感情を凌駕するのは私が楽しみを忘れてるんだって多分ね、展示場に行って見てる時も心配だったと思うんです。でもその瞬間忘れられる何かっていうものに集中するっていうことを彼女はそれを見出して、えー、新車、新車買ってきたんですよ。<laughs> その時にでも、ああやっぱそうなんだなと思ったんです。いろんな人たちの相談を聞いていた時に、喜怒哀楽っていう感情の中の怒りと悲しみってやっぱりあります。この感情って何もしなくてもやっぱりやってくるものなので、 でもね、喜びと楽しみっていう感情は、私たちが考えて何かをしようとしないと、計画しないとってやらないとやってこない感情なんですよ、結構。なんかよく皆さん若い人たちが何かいいことないかなっていう言葉を言うんだけど、これね、運のない人がいい言葉ですよ。あの、運がない人たちがね、何かいいことないやろうかって言うけど、ないです。あの、自分で動いて何かをしようって考えないとな,ならないんですよ。だから、 そういったことでやっぱ辛いって感じるときに僕は今までのこの40数年っていう期間の中ではその答えを見出すことはできなかったけど母は70過ぎて今までいろんな心配や苦労がいっぱいあったと思うんだけどその時に彼女が行き着いた答えっていうのは喜びと楽しみっていうものを自分で見出す以外で悲しみと怒りっていう感情を凌駕する感情はないって言ったんですよねだから本当に,本当にその通りだなと思います職場とか恋愛とか家庭とか お金とかいろんなことで病む人たちやっぱりいらっしゃると思います。でもそういう時ほど自分たちにかけてたものっていうのは一つ喜び楽しみっていう感情を自分から見出そうとすることを忘れてたんじゃなかろうかっていうことがとっても多いです。なので何かちょっと仕事でもいいと思うんです。そういったことを探した上で あ私最近笑ってないとか最近なんかワクワクしてないなとか明日が楽しみで眠れない夜って忘れちゃってたなっていうことがあるんだったら今から何か計画して自分自身で自分を喜ばせるっていうことを忘れないようにしてくれたらどうかなと思いますなので僕の中で言える答えはそれぐらいですかね、はい、母から教わりました、えー、悲しみ、えー、怒り不安そんなマイナスな感情を凌駕するっていう感情はね喜び楽しみしかないって本当にその通りだなと思いますなので喜び楽しみ忘れないようにしてください 今日はお休みですので、えー、皆さん、自分のかからここ体、そして心、それを喜ばせる何かっていうものをぜひ探して、えー、動いてみてはいかがでしょうか。楽しい休日を過ごされてください。以上です。今日は僕も仕事です。ということで、いきます。おっしゃーということで、今日も元気よく、いってらっしゃいお気をつけて。